はい、どうも、しゅんてぃみです。ひろみです。お願いします。お願いします。というわけですね、はい、前回ですね、お誕生日お祝いをしていただきました。はい。非常に嬉しかった。ありがとうございました。とんでもないです。あの冒頭でちょっと話をしてた、はい、北海道旅行の話をしたいですよ。はい。北海道は俺初めて行ったんですけど、うん、多分関東圏の皆さん、僕と交流ある方多分ほとんど行ったことないと思うんですよね。はいはい。まあ、出張とかさ、転勤とかで行った人はいると思うんですけど、うん、あまり北海道どういうとこかって知らないと思うんで、はい、僕がまあ北海道初めて行ったっていうのもあって、まあ、初めて行ったなりのね感想みたいな、まあ翔平旅行記ってやつか。そうですね、まあ、写真を交えながら、はい、はいはいはい。まあ、ちょっと長くなると思うんですけど、うん、まあ、6日間いたんでまあそれそうですね、まあ、そもそも行ったのは、まあ、新婚旅行という名で行ったんですけど、うん、婚姻届を出すときに、はい、見届け人っていうのがいるわけ、必要な、記入するわけ。そこにあの嫁の お友達と、はい、嫁と僕の共通 の友人の人に書いてもらったんだけど、はい、そう書いてもらった場所がディズニーだったんですよ。うん、ディズニーに、まあ、ちょっと住んでる場所が違うんで、ディズニー集合して遊びながら途中のレストランとかで書いてもらうみたいな、うん、でその、まあ、4人で新婚旅行行きました。はい、帯同してもらったっていうか、なんか一緒に来てもらって、あのそっちで写真を撮ろうみたいな、はい、ウェディングフォトも撮ろうっていう話だったんで、あの北海道に一人その写真の上手い、方がいるので、うん、まあ、それもその友人の一人と知り合いだから計5人かな、4人プラス5人であの観光して回ったんですけど、はい、まあ、初日と2日目は函館に行きました。羽田から函館空港降り立ったって。そうなんですよ、羽田から函館っていうか、むしろ羽田久しぶりっていう、はい、羽田って何、そんななんか第1、第2ぐらいしかなかったイメージが、第3ターミナルまで行った、まあ、もはや国際線だからね。びっくりしたね、あ国際線もね、まああるのは知ってたけど、昔ってなかったイメージある。まあ基本成田みたいな。あすごいなと思って、しかもすごいグローバルだし、うん、歩いてると。でまあ乗ったんですよね。若干やっぱまあ暑かったっていうのもあるんだけど、はい、暑かったのと、なんか天気が怪しいな、ちょっと怪しいな、うん、なんかあれなんか曇ってねみたいな。まあまだ梅雨明けしてなかった7月15なんで多分してないよね。ちょっと怪しい時期ですね、うん、あ離陸する前にちゃんとあれだよ、トラベンをね買いました、もちろん。はい、はい、トラベンを買ったんですよ。で、何を買ったかっていうと、牛タンだ、牛タン弁当買った。あー、仙台行くのかな、仙台行くのかなって思うじゃんなんかやっぱ牛タン好きだから牛タン弁当を、うん、そう、空弁で買いましたと、はい、まあ、空港来てさ、はい、こう、あ乗ろうかなと思ったんですけど、なんか15分ぐらい遅れてたんですよ、飛行機が。その15分間で、あの弁当食い終わりましたせっかくの空の上で食うんじゃなく、そう、待ってる最中に食っちゃうっていう。なるほどね、うん、やっぱ朝早かったってのもあったしね、うん、ほぼ始発で出発したんで、ちょっと楽しみながらね、うん、この空港でさ、やっぱずんだシェイクを飲んだんですよ。仙台行ったそれ全部仙台行き前とマジでプラン一緒だからね。そうでしょ、俺仙台の方行くのかなと思ったぐらい、もうあのみんな集まってから、なんかとりあえずあの羽田空港の上側のとこに2階とか3階にね、2階3階にフードコートってからずんだシェイク、ずんだシェイク並んで買って飲んで、でじゃあそろそろじゃあ中入ろうかって荷物をまあ預けて、はい、さあ入りましょうっつって、まあとりあえずあの金属探知機のやつは、はい、ピンポーンって言ってベルトでしたでもベルトだったけど気づかなくて、みんななんかその何検査員の方が4人ぐらい来て、うん、ちょっとあの手挙げてくださいみたいな。そうですね、みたいな。そしたらベルト外してベルトを外して、あ取れましたっつって、そんなもともとしてたら3人いなくなっててもうなんかもうあの弁当の方行ってるみたいな。結構ちょっとこうあっち行ったところ奥の、そういや気づかねえよっつって、どこ行ったんだよ。向かわずにあの飛行機は離陸してきましたと。まあ近いからね、1時間20分ぐらいでした、うん、でもあのまあ離陸するじゃん、はい、ドローっていくじゃん、はい、ガー行きましたって行った瞬間、もう雲の上
もう雲ありすぎて、あれ下が何も見えない。あ、ゾゾバに見えなかったかじゃん。何も見えない。あ、でも大井競馬場はギリ見えた。なるほどね。そう、多分映像とかは多分あると思うんですけど、よっしゃ、おー、行った行った行ったーとか、あの飛ぶあのね、スピード超出まくってて、そっからさ飛ぶじゃん。はい。あの時さ、一回こう下がってクーッて行くんだよね。まあイメージ的にはね。そう、うーって行くから、あそこ俺もうーってなってて、こうやって G が曲がってね。そう、うーってなって、あー飛んだー、さよならーって言って、10秒後にはもう結構早い段階で低い位置に雲があって、もう下見えず。梅雨だな、 100% 梅雨だな。終始雲、もう終始雲でした。私はえ、もうほとんど雲。ああ、雲抜けなかったんだよ。ほとんど雲でした。2段階目これ。あ、まだ上に雲あるの。ずーっと雲、ずーっと。これどこ歩いてん、どこ行ってんですか。雨雲は下にあるけど、普通に上に別な雲があるみたいな。そうで、これ結構早い段階で、大池場所だけスクショしただけ、はい、まあすぐそこだからね。そうそう、あ、面白いね。で、こうやってね、モニターもあるんですよ、今、まあ、全部ね、どこ飛んでるかとか。そう、見えるんですよ。でこう見たら、うん、まだ雲だな、ちょっと見づれえなっていう。まあなんかいいんじゃない、宇宙行ってるみたいなイメージで。まあこれ宇宙っぽいでしょ。うん、雲っすけどね。俺これ宇宙にいるんかなってぐらいじゃない、これちょっと感じでいったら、なんか宇宙っぽくね。そうね、宇宙っぽいでしょ。これ雲です。函館着きました。はい。で外出ました。うん、なんかこのもわもわがなかった。まあね、唯一梅雨がない。そう、日本で唯一梅雨がない地域ですからね。そう、湿気ねえなあ、すごい。これ暑い。まあ30度ぐらいあったけど、うん、全然平気じゃん。まあ若干の汗はあったけど、このもわもわ感は一切なかった。だからダラッと汗っていうかはサラッと汗っていうイメージでね。そう、汗かいたとしても。そう、それが最高でした、ね。うん、まあそっからレンタカー、まあ、駅前に借りてたから、はい、それを借りに行って車で移動して、はい、あの五稜郭の手前に五稜郭タワーってあるんですよ。うん、五稜郭を上から見るためにできたタワーがあって、タワーのタワー乗って上で見ようねって話をしたら、はい、目の前にラッキーピエロっていうさ、はいはいはい、有名なね、ハンバーガー屋さんが、あの大泉洋さんも絶賛していたあれを見つけたんで並んだんですけど、めっちゃ並んでる人が。だろうな。まあ祝日だったその時。そう、うん、それもあるけど、ね、それもあるけど並んでた。でその横にあのラッキーガラナっていう、ガラナって何か知ってる？北海道のね。そう、まあ、ガラナってなんかいろんなとこにも多分、うん、ブラジルかなんか結構ガラナって飲み物はね結構主流らしいんだよ。なんだろう、若干なんだろう、実みたいなやつだよね、赤い。そう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 、ね、そう、赤い実のやつ。そう、ガラナ、ガラナってドリンクも美味しいから、うん、飲んだ方がいいよ。多分ドンキとかやんじゃないかな、ガラナ。あると思う、多分、うん、てか山屋とか行けるって。そう、あ、そう、あるかもしれない。それも仙台じゃねえかよ。あ、そう、まあラッキーピエロでお昼を食べて、はい、で五稜郭タワー行きました。はい。で上からこう見て、わすげえなーつって、うん、じゃあ後で行こうかーつって五稜郭タワーを、まあ、降りて、まあまた車移動して、はい、五稜郭行ったんですよ、うん、はいはい。グローバルでした、人が。みんなグローバル。あー、まあインバウンドですからね。でもね、びっくりしたのはその日の翌日、うん、この五稜郭タワーに、まあ、ニュースになってたんですけど、うん、将棋の藤井聡太君が来て、はいはいはい、来てたらしい。来て写真撮ってニュースになってて、あれ昨日行ったとこじゃんみたいな、みたいな、あれーってニュースになってる、来てる。多分翌日、多分なんかその試合が多分あったのよ、うんうんうん、で全泊っていうか前日入りして、まあそういう記念になる場所に行って訪れたみたいなニュースになって、はい、うんうん、感動しました。まあ五稜郭ももちろん良かったんですけど、うん、まあやっぱなんだろうな、そんな人は多くなかった正直。けどまあグローバル化進んでましたね。でも一番はやっぱり五稜郭とかその函館は、あの今年のコナンが、まあそうね、まあ函館が舞台っていうの、うん、うん、スタンプラリーもあったんですよ。名探偵コナンスタンプラリー、いろんな地にスタンプがあって、で何個つけたら特定の場所でクリアファイルと交換できますみたいな。だったんで、みんな頑張って、ね、でも嫁とそのお友達をやってたんで、はい、最終的には函館駅で交換してましたね、うん、で函館が俺一番、札幌函館どっちがいいかって言ったら函館が良かったっすね。まあ全く違うっすからね。そう、そこそこで違うし、その俺が行きたかった場所がねほぼ密集されてるんですよ、うん、この五稜郭と五稜郭タワー、ラッキーピエロとか、まあ、あるじゃないですか、はい、あの海沿いにあるね、赤レンガと、あと函館山、はい、とそのホテル、センチュリーマリーナっていういいホテルと
泊まったんですよ。あの朝食いくらのこのうわーっていうのをこうこうできるところ行ったんで、そこ辺全部なんかもう密集してて、まあコンパクトっすよね。そう、街自体は。そうだから車でもさーっと行けるし、まあ、なんせ一番感動したのは北海道にしかないコンビニがセコマ、セコマート。あの弁当がめっちゃうまいって有名な。そう、セコマート、セコマ。セコマね、4、5回行きました。焼き鳥弁当食った？食ってない。あれが一番人気なのに。あの唐揚げのあれを食いました。ポップに入って唐揚げが入ってるやつ。はい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 。あるんですけど種類が、うま塩と普通となんかもう一個なんかあって、それは全部種類食べたし、まあ、セコマに一応やっぱ北海道のなんかその名産品の、はい。飴とかハスカップお菓子、ハスカップもそうあったんで、ハスカップグミとか、はいはい、これも普通にたくさん買って、まあ、持って帰ったりして、どこにでもあるんじゃないかと思ったらないんだね。ないびっくりして。でちなみにセイコーストアは関東にある場所知ってる？あんの？あの茨城行けば一個だけあんの？いやあのあの辺って大洗と苫小牧そうが結んでからあるんって。うん、あの恋しくなったらぜひ。あ、今年中買ってきてもらえばいいじゃん。あ、そうだよ。おい、明日帰るって言うんだから。いいっすか、ハスカップグミ。いいっすか、ちょっとハスカップあるんですか。いや、じゃあ成功あるんですよ。だって成功ありますよ。カツ丼うまいっすよ。カツ丼とかハスカップ、え、大洗住んでんの？違いますよ。いや、茨城 全域にある。そう、あるの。あ、茨城にあんの、セコマ。ありますよ。マジで唯一あるの。お、それ全然知らなかった。じゃあ行こうかな。ガラナも飲みますし。ガラナもある。ありますよ。あと夕張メロンのなんかアイスクリームがあります。じゃあもうそこはもういわゆる北海道か、茨城って。あ、まあ、まあ、サンフラワーが繋がってるからね、うん、船が、うん、茨城。俺あんまなんか何がいいとか全然知らなかったけど、イコール北海道。納豆、納豆かと思った。納豆いいね。まあ、あの恋しくなったらいけるよっていう。いや多分今年中に行くと思う、絶対。セコマのために行くと思う。いや本当非常になんか北海道の魅力をめちゃめちゃその2日のこの函館で感じて、思いを乗せた決めだ。